ニュージーランドとの国際親善試合初戦で2対0と快勝したなでしこジャパン。パリ五輪前の重要な機会となっているのですが、初戦の試合ぶりを見た海外メディアから、ニュージーランドにとって日本はあまりにも強すぎるのでは、などの声が上がっているようです。パリ五輪でのメダル獲得を見据え、初戦について池田太監督は、選手起用はいろいろな組み合わせを試し、チームの底上げを図る狙いがあった。相手のディフェンスに対してどうプレッシャーをかけに行くかを準備してきたが、ニュージーランドはゴールキーパーもビルドアップに関わり、ボールを持たれる時間もあった。しかし内側に入られることはなく、集中した守備ができていた。前半の少ないチャンスを決めきることは課題だが、複数得点を決め、クリーンシートで勝ち切れた部分を評価したいと一定の手応えを感じていることを明らかにしていました。選手たちも初戦で手応えを感じつつも、チームや個々での課題を見つけ、中2日で行われる五輪同様に短期間で改善できるよう練習に取り組んでいます。メンバー選考のことももちろんあるのでしょうが、チームとして個人としてより強くなりたいということなのでしょう。勝利の喜びに浸ることなく、常に五輪という本戦を念頭に自らを高め続ける日本に海外メディアも注目しており、ニュージーランドとの初戦の記事が次々投稿。オリンピック公式サイトには、なでしこジャパン、ニュージーランド代表との初戦を制すとのタイトルで、日本のチャンスメイクやそれを生かす決定力などを評価した上で、FIFA ランク7位の日本が28位のニュージーランドを圧倒したと称賛。また日本がアジア代表としてパリ五輪に出場することもあり、 AFC からもこの試合に関しての記事が投稿。ニュージーランドは日本の早い展開についていけなかったなどと評し、ニュージーランドにとって日本は強すぎることが判明したとまで表現。またニュージーランド氏も、我らがファーンズ、シダの葉でニュージーランドの愛称がスペインで上品な日本に殴られたとして、攻撃の隙すら作らせてもらえなかったことや、日本から14本ものシュートを放たれたこと、さらには2戦目に向けマイケル・メイン監督代理が頭を悩ませていることなどを記述。その他の海外メディアも日本の躍動を伝えた上で、ニュージーランドの敗戦を報告。パリ五輪に向け準備を進める日本を警戒しながらも、世界トップクラスの日本に対しニュージーランドでは勝負にならないのではとの見解を報じる記事もあるようで、2戦目がどのような展開になるのか興味津々といった感じとなっているようです。そんな海外メディアも注目の日本対ニュージーランド第2戦は、日本時間6月3日23時キックオフとなっており、日本国内においては JFATV にてライブ配信されることとなっています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。隠した相手だからできたこともあるだろうし、自分たちのプレーを固める意味もあったのだろう。初戦は確定メンバーを外してボーダーライン上の選手のアピール合戦という試合だったと思ってる。非シュートゼロと守備では手応えあったが、攻撃では物足りなさを感じたから、次はどうだ。正直1戦目は退屈だった。パスやトラップで相手を走らせ、試合を支配する姿を見せてほしい。このニュージーランドとの2試合、五輪メンバーの見極めをする2試合であると思っているので、気合い入りまくりだろう。本当の目的は帰りに五輪のあるフランスで
会場の下見でもすることか。オリンピックメンバー選考のためだけのマッチメイクならば実にもったいない。欧州の強豪とでもよかったのでは。何のための練習試合なんだろう。わざわざ海外でやる必要があるのだろうかと思うほど、ニュージーランドに見るべきところがなかったが、2戦目はどうなのだろう。初戦は選考線上にいる選手の見極めに使ったのだろうが、次は違うだろう。おそらく日本は今日が五輪メンバー発表前の親善試合なので気合い入りまくりですよね。池田監督も頭を悩ませるだろうが、ニュージーランド相手にはぜひさらなる解消をしてほしい。そして勢いをつけて五輪に挑んでほしい。確かにニュージーランドが弱すぎて参考になりにくい、相手を探すのが難しいのかもしれませんが、日本もニュージーランドも戦力の見極めに試合を使ってて主力を出場させていなかった気が。だが2戦目は変えてくるだろうな。ニュージーランドは北欧やイギリスと似たタイプで絶好のシミュレーション相手。さあ次戦はどうなるだろう。海外も注目するこの試合、日本の手の内を晒さなければいいのだが、2戦目はどういったことを考えて試合に臨んでくるのだろうか。平日夜だがライブで応援します。前線はあまりにも不甲斐なかったが、この2日間でどう修正し、どういったメンバーでいくのか、池田監督の進化が問われる。